ヨゼフです。小学生の算数の問題について解説します。それでは、始まり、始まり。はい、算数のですね、文章題の解説をしております。今回はですね、株則算その1です。例題を見てください。何人かの子供たちに鉛筆を1人に5本ずつ分けると15本余ります。同じ鉛筆を1人に8本ずつ分けようとすると6本足りません。鉛筆は何本あるか答えなさい。少しだけヒントを言いますと、まず子供の人数を計算で求めます。その後、鉛筆の本数を求めて出来上がりなのですが、いかがでしょう？はい、それでは解説していきます。鉛筆をですね、1人に5本ずつ分けた後、余った15本の鉛筆を使って、1人に5本ずつから1人に8本ずつにしようと思います。追加で何本渡せばよいか、1人につき 8-5 で3本ずつ渡していけば、1人に8本ずつになります。で、余った15本の鉛筆は、子供何人分かと言いますと、15÷3 で5人分なんですね。で、子供は何人いるかはっきり分かっていませんが、子供たちのうち5人は、とりあえず、1人に8本ずつになりました。しかし、子供全員がですね、1人に8本ずつになるわけではありません。鉛筆が足らないのですよね。何本足らないのか、問題文で確認しますと、同じ鉛筆を1人に8本ずつ分けようとすると、6本足りないとはっきり書いてあります。これを子供の人数で考えると何人分なのかと言いますと、6÷3 で2人分足らないんですね。じゃあ子供は何人いるのか。鉛筆をですね、8本渡された子供が5人とですね、鉛筆を5本渡された後、鉛筆が足りなくて、そのままの子供が2人います。ということで子供は 5+2 で7人います。子供の人数さえ分かれば、鉛筆の本数の計算はとても簡単です。さて、鉛筆の本数は1人に5本ずつ分けると15本余るので、5×7+15 の計算をすれば50本ということになります。少し回りくどい説明だったんですね。で、もう一つ別解を用意しました。別解は、ストレートに計算する方法です。ちょっといきます。それでは別解。鉛筆をですね、1人に5本ずつ分けると15本余って、同じ鉛筆を1人に8本ずつ分けようとすると6本足りない。これ困りますよね。全員の子供にですね、1人につき8本ずつ渡したい。じゃあ、どうすればいいか。簡単です。鉛筆の本数を自分で勝手に6本増やせばいいんです。あと6本どっか違うところから持ってくれば、1人に8本ずつ、分けることができます。で、1人に5本ずつから、1人に8本ずつにするために必要な鉛筆の本数は、もともと15本余っていたんだけれども、6本足りなかったんです。全部で 15+6 で21本です。ここはですね、日本語としては、片方は15本余っていて、もう片方は6本足りない。これを実は足さなければいけないんですね。ですから、頭の中ではその6本足りないんだったら、自分で勝手に6本増やせばいいじゃないか。で、目の前に 15+6 で21本の鉛筆があると考えると、イメージしやすいと思います。ところで、追加で1人につき 8-5 で3本ずつ渡していくんですね。21本の鉛筆は子供何人分かと言いますと、21÷3 で7人分なんです。つまり、子供は7人います。子供の人数が分かればですね、鉛筆の本数は簡単に計算できます。1人に5本ずつ分けると15本余るわけですから、5×7+15 で50本ですね。最後にちょっとだけ注意を。この問題はですね、面積図というのを使いますと簡単に解くことができます。しかし、イメージ抜きで面積図を使って問題を解いても、算数の文章題分かったことにはならないんですね。分かるというのはですね、イメージできることであり、さらに人に説明できることでもあります。ですから、とりあえず、受験のことだけだったら面積図に慣れて、それで問題解いて答えが合えばいいんですけれども、算数そのものが得になりたいと思うんだったら、イメージを大切にしなければならないと私は考えています。いかがでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいね、と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。